はじめに登壇者を紹介いたします。陸上競技、唐沢健也選手。パラ陸上の唐沢健也です。え今回東京パラリンピックは初めてのパラリンピック出場でした。初出場で5000メートルで2位で銀メダルを獲得しました。そして1500メートルでは4位という結果でした。 正直なところ金メダルを目標にしていましたので、えー、悔しい気持ちはありますけれども、えー、全力を出し切っての、えー、銀メダルでしたのでまあそうですね、まあ、これが実力だと、えー、受け止めています、えー、今までたくさんの方に支えていただきまして、えー、この舞台に出ることが立つことができました本当に 応援してくださった方々に心から感謝しています。ありがとうございました。えー、っと今回、えー、まあ、2位と4位の結果でしたけれども、課題がたくさん見つかりましたので、今後に生、えー、かしていけたらなと思っています。